れ松坂一応ラストですかね。一応ラストですね。一応ラストで、はい、でもまあピンピン3ぐらいじゃないと S 級取れないので、うん、はい、まあでも近くに5ありましたもんね、はい、2回ぐらいで落ちてしまうのが情けないですけど、3回しても耐えてたのに以前まであんまり以前まで2回ぐらいはやっぱりもうある時はあるで割り切ってやってます、まあ、出直してこいというのもだってデビューしてもうすぐ S 級上がって僕1回でも落ちたんです。落ちましたか。はい、5点くらいも落ちた記憶にないっすよ。1回落ちたっすね。まだ先行の時です。先行の時です、はい、ポンポンと立て続けにサボ取って1回落ちたっす、はい、そうだったか、はい、そっからその時はまだ自力やったからまあまあね、まあ、でしたから、ちょっと今回は足見ても厳しい戦いになるなっていう感じしますよね。前回で、ね、2行戦がもうちょっとやったんで、うん、ただ、ね、その、ね、チャンスが回ってきてるのにものできないっていう状態がちょっと歯がゆいかな、今、ね、うん、そこですよね。それは、ね、取り組みなかなか点数上げようと思ったので、チャンス回ってきてない時でも確定版にっていう、それがやっぱちょっと上がってることにつながるんですけど、そうです、ね、チャンスが来た時にも勝てないとか3着入れなかったらやっぱりちょっとペース落ちていくんで、そこら辺そうですね、しっかりバントぐらいはできるって、うん、ランクが1班でまたね、そうね、ランクが S 級1班で、すごく補充とかね、走りまくって1班取るって楽勝やと思ったら今季蓋開けたらこんなんですからどこで掛け違ったか本当だ、本当だ、そろそろ頑張って、その権利に集中しないと、そうですね、ありがとうございました。